はい、本日は井上陽一選手、ロッテオリオンズでございます。こちらね、ライトに高々と上げました犠牲フライ。この日ね、ロッテは全球種を果たすわけですがね、貴重なね、1点、これ2回取った1点じゃないですか。このままのね、流れでいったところですが、なんとね、西田が立花選手に同点ホームランを浴びるわけですが、9回の裏、ここでね、高橋宏選手のサヨナラヒットで、ロッテ前期優勝でございます。貴重なね、一本をね、打ったのが井上選手でございます。井上選手、東京出身で、高校は拓大一高、そしてですね、1966年、サンケイアトムズに入団されるわけなんですが、サンケイからね、ヤクルト時代のね、井上選手のことをね、私、ちょっと存じ上げないのでね、ここはですね、ヤクルトのね、歴史とともにちょっと振り返っていきたいと思います。ヤクルトの前身といえば、国鉄スワローズ。こちら、背番号34は、400勝投手、金田正一投手でございます。その後ですね、サンケイスワローズ、そしてサンケイアトムズになるわけですが、69年はですね、チーム名がね、アトムズというチーム名だったわけなんですが、この年ね、井上選手はね、2軍でね、打点王をね、獲得しているわけなんですね。そして70年ね、ヤクルトアトムズになるわけなんですが、この年はですね、内外野をこなすユーティリティプレイヤーとしてね、49試合で2割8分1厘の成績を残されております。そしてチーム名がヤクルトスワローズになったのは1974年からでね、翌年75年には、外野も守るわけですが、サードとしてね、定着するわけですよ。ヤクルトのサードといえばこちら、村上宗隆選手でございますが、村上などは打ってはおりませんが、98試合で2割5分5厘、5本塁打の、ね、活躍をされたわけでございます。そしてですね、現在の東京ヤクルトスワローズになったのが2006年からで、そしてですね、井上選手は1976年、プロ入りね、10年目のオフに、金銭トレードでロッテオリオンズへね、移籍することとなるわけでございます。ロッテ移籍1年目はですね、88試合で打率2割2厘、ホームラン3本という成績に終わるわけなんですが、翌年はですね、当時は金田監督だったわけなんですがね、なかなかね、金田監督はね、井上選手をね、起用しない。78年はね、わずか16試合のね、出場に終わったわけなんですよ。もう年齢も30歳じゃないですか。ちょうどね、ピンチじゃないかなっていう感じだったわけなんですが、79年からこちら、山内和弘監督が就任されたわけで、ちょっとね、ここでね、トレードがあるわけなんですが、ロッテでね、長らくセカンドを守っておりました、こちら、山崎裕之選手をですね、西武へトレードということでね、セカンドがぽっかりとね、空いちゃったわけなんですよね。そしてショートには、プロ入り4年目、若手のね、水上芳雄選手をね、起用しね、我慢に我慢でね、ショートのね、レギュラーにするためにね、起用し続けたわけなんですよ。そしてですね、それまでショートを守っておりました、こちら、飯塚芳弘選手。3割まで打ったことがある選手なんですけれどもね、こちらはですね、セカンドへコンバートするわけですが、飯塚選手はね、ちょっとね、左打ちでね、ちょっとね、左ピッチャーに弱いということでね、もう一人、こちらね、右打ちのね、荒井選手とね、2人を競わしたわけなんですよ。そしてですね、井上選手といえばですね、飯塚、荒井のね、後のね、位置づけで、3番手のね、扱いだったわけなんですが、なんと、この年ね、一番セカンドのポジションを守ったのは井上選手で84試合、飯塚選手は64試合、荒井選手はね、35試合。やはりね、井上選手のですね、守備力をですね、山内監督高く評価してですね、トータルでは90試合、打率の方はね、2割2分1厘、ホームラン2本なんですがね、そして翌80年にはですね、井上選手がね、ダントツセカンドのレギュラーポジションを掴むわけで、井上選手114試合、飯塚選手は33試合、ちょっとね、落合選手が出てきてね、43試合というのがありますがね、トータル115試合、ついね、100試合超え、打率の方は2割2分8厘、ホームラン5本でね、やはりね、山内監督、当時の守備力を高く評価してですね、去年辛抱したね、水上選手とのね、水上井上のね、二遊間をね、パ・リーグ随一やとね、当時ね、おっしゃっていたわけなんですよ。そしてね、81年ね、冒頭の映像にもございましたね、打撃の方もね、いいわけなんですよ。ついにはね、最多のね、122試合にしようね、2割4分5厘までね、率を上げてね、ホームランね、6本打ってるわけなんですよ。この年はですね、落合選手がちょっと台頭してきてね、61試合セカンドを守ってるわけなんですけれども、井上選手はね、117試合ね、セカンドを守ってるわけなんですね。そして82年はね、それまでね、ファーストとか DH とかね、いろいろ守っておりました落合博満選手がですね、セカンドへ定着、なんとね、127試合セカンドを守りましてね、この年はですね、ご記憶にある方も多いんじゃないでしょうか。打率3割2分5厘、32本塁打、99打点でね、三冠をね、獲得したわけで、井上選手といいますとね、でわずか7試合の出場。
トータルでも51試合、打率2割2分4厘の、ね、成績に終わったわけでございます。しかし、83年には、ね、チャンスがやってくるわけなんですね。こちら、レオン・リー選手を、ね、太陽との、ね、トレードということで、ね、まあ、どうしても、ね、外国人、ね、ピッチャーの、ね、スティーブ・シャーリーを、ね、使いたかったということで、ね、まあ、当時は、ね、外国人枠が2人だったということがあって、ね、ちょっと、ね、かわいそうな面もあるトレードなんですが、しかし、ね、井上選手にとってはチャンス。落合選手がファーストへ、ね、コンバートされたことによりまして、セカンドで、ね、チャンスを得るわけでね、この年はセカンドで、ね、86試合に出場、トータルでも、ね、104試合で2割2分、ホームラン、ね、2本の、ね、成績を残されているんですね。そしてですね、84年には巨人とのトレードで山本浩二選手が、ね、ロッテやってきたわけなんですよね。山本浩二選手のポジションといえばファーストということでね、前年までファーストを守っておりました落合選手がサード、そしてですね、サードの有藤選手がね、なんと外野ライトを守るという布陣になったわけなんですが、セカンドはね、無風地帯と思われておりましたが、井上選手はね、今年はね、セカンドはね、わずか41試合、トータルでもね、63試合、打率2割5分2厘、ホームラン4本と成績に終わったわけなんですが、そのね、セカンドを射止めたのがこの方、西村紀文選手でございます。今年ね、西村選手は118試合にセカンドを守ったわけで、井上選手はね、41試合ということでね、なんかね、やはりね、新旧交代のね、時期がやってきたという感じがしますよね。しかしながらね、勝負強い井上選手のね、バッティングの様子をね、ちょっとね、ここからね、見ていきたいと思います。打率はね、2割2分とか3分なわけなんですよ。こうね、パンチ力があるんですよね。これはですね、山内和弘選手から打ったホームランですけど、毎年ね、結構ね、2、3本とかね、5、6本とかね、ヒット数の割にね、結構ね、ホームラン多いかなという印象はありますよね。守備力をね、考えたらね、こういうバッターがね、下位打線にいるというのはね、ちょっとね、怖い打線ということはね、言えるんじゃないですかね。ここも見事にね、タイムリーでございます。まあ、30歳過ぎてね、トレードでね、ロッテに来たわけですからね、金田監督からあんまり使ってもらわなくてもね、その後のね、山内監督はこの守備力を期待してね、井上選手を使ったわけじゃないですか。しかしながらね、今度はね、守備力というよりもね、打力に期待でね、どうしてもここ使いたかったんでしょうね。落合選手をセカンドということでね、ちょっと井上選手の出番が減っていくわけなんですが、ね、それでもね、持ち前のね、バッティングとかね、その守備力を生かしてね、まあ、西村選手にね、まあ、新旧交代という形で抜かれるまでね、頑張ったなっていうね、印象はありますね。井上選手ね、20年間の、ね、通算成績は1130試合で407安打、37本塁打、打率2割2分7厘の、ね、成績を残されております。本日は当時、ロッテ山内監督からね、井上水上の二遊間コンビはパ・リーグ随一と、ね、認められましたセカンドの守備力を、ね、誇って、バッティングでも、ね、時々いい働きをしましたね、イブシキン、井上陽一選手でございました。最後までご視聴していただきありがとうございます。では。